旭橋駅は沖縄県那覇市泉崎1丁目にある沖縄都市モノレール線の駅である。駅番号は6。相対式ホーム2面2線を有する高架駅である。エスカレーターエレベーターの設備がある。2020年度の1日平均乗車人員は2194人である。開業後の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下記の通り。沖縄県立図書館那覇埠頭旅客待合所那覇市の中心市街地の西側に位置している。当駅の西側には国道58号、東側には雲路川がモノレールに並行して通っているほか、駅南側の旭橋交差点で国道58号、国道330号、国道390号が交差している。駅から雲路川を挟んで東側に那覇バスターミナルがあり、雲路川の上に架かる連絡橋を渡っていくことができる。なお、かつてこの場所には沖縄県営鉄道の那覇駅があった。雲路川東側の約 4.5 ヘクタールの地域では2002年から再開発事業が進められている。国道330号南側の再開発区域全域に華風な旭橋の愛称が付けられている。雲路川沿いの B-1 街区と B-1 街区から沖縄国税総合庁舎を挟んで東側の C 街区では観光庁ビルオフィスビルホテルなどが C 街区の東隣の D-1 街区ではマンション、フレスコア、旭橋が C 街区の南隣の E-1 街区では駐車場がそれぞれ建てられた。那覇バスターミナルは A 街区として再開発区域に含まれており、2018年10月1日に新ターミナルが完成した。旭橋駅前バス停は駅の直下にある。他に国道330号側に旭橋バス停、北東側にバスターミナル前バス停、東側に上泉バス停、南東側に旭町バス停があり、那覇バスターミナル構内に発着している路線は、路線ごとにこれらの停留所も通過する。出典。ありがとうございます。